い。キトさんを入れるためにですね、卵を畑に、卵の殻を畑に入れてます、置いてますね。でこれは、トシコババはよくこうやって卵を畑に、戻してあげる感じですね。で、まあ、今回並べたのは私ですけど、いつもですねこういうふうに細かく砕いて、畑の土に混ぜ込んで、キトさんとして、使いますね。でそうするとですね、土の中の放線菌が、すごく増えて、で放線菌が増えるとカビのような糸状菌を、やっつけてくれるの で減らしてくれるから病気が減ります。でこの、向こうに見える貝ですね、バーベキューで使ったような貝の殻、それからあとはカニの殻なんかが一番いいですね。キトさんの溶液もですね、カニ殻の粉末からできていることが多いです。はい、今日はこれからキトさんを、薄めたものを噴霧器でかけていきます。結構たっぷりですね、かけます。はい、それではキトさんの説明の間に畑のツアーをします。はい、それでは本日も勝手に購入品レビューです。家庭菜園での役立ち情報を逃さないためにもチャンネル登録を忘れないでくださいね。卵屋商店さんで購入したキトさん溶液1リットル税込み1865円です。オンラインで買いました。カニ殻を精製しお酢と混ぜているもので、低分子 2% 陽面散布用のものです。以前他で買ったものよりお安く買えました。今日は500倍に薄めたものを陽面散布します。約15年前、当時住んでいた家にバラを植えました。その時いろいろな病害虫に悩まされました。うどんこ病、黒点病、バラゾウムシ、コガネムシ、カナブンなどですね、いろいろ探してキトさん溶液に出会ったんですが、父が良いと言ってた放線菌をキトさんが増やしてくれるという説明が導入のきっかけでした。バラの調子がかなり良くなったので、その後ブドウの木やその他の畑の野菜たちにも使い、母にも勧めました。また3年前、東京のアパートの裏の小さな家庭菜園でもキトさんは大活躍してくれました。ではキトさんがなぜ放線菌を増やしてくれて無農薬栽培の助けになっているのかというお話と、使用するにあたっての注意事項をお伝えしていきます。日本キチンキトさん学会のサイトによると、キチンはエビ、カニをはじめ昆虫、貝、キノコまで多くのものに含まれている天然素材で、そしてキチンの分子を細かく処理したものがキトさんであると書かれています。面白いことに、病気の原因となる糸状菌などの花瓶も、表面がキチン質からできているものなんです。で実はここがとてもポイントなんです。卵屋商店さんのサイトから引用しますと、放線菌群にはキチナーゼという酵素を分泌するものがいて、いろいろなキチン質を、溶かして好んで取り入れます。でキチン質でできているカビなどの糸状菌の細胞壁を溶かすことによって、結果としてその増殖を防ぐそうなんです。もともと植物には葉に昆虫などのキチン質のものが接触すると、キチナーゼ酵素を分泌して自分自身を守る働きがあります。そこからカビなどの糸状菌を抑えていく方向に進むんだそうです。で、その、キチナーゼ酵素を押すスイッチを虫の代わりにこのキトさん溶液が押すというわけです。まとめると、キトさん溶液を陽面散布することは植物自体の防御体制のスイッチを入れることです。そして土壌灌注することは放線菌への餌やりです。で、このキト酸を散布することによって爆発的に放線菌を増やせて、
病気が少なくなるという仕組みなんですね。はい、では次に、使う上での注意点を2つお話しします。1つ目は、すでに農薬や化成肥料を使っている場合はですね、キトサンは農薬のような強さはないので、例えばキトサン軽い農薬、キトサンキトサン軽い農薬というぐらいにですね、だんだん慣れさせて原農薬にしていくということが大事です。週1ペースぐらいで予防として早め早めに散布してください。で、本当に無農薬になるには実は何年か、1年か2年かはかかるかもしれません。はい、注意事項の2つ目です。15年前に見つけた記事では、苔類を育てる場合は、キトサンを苔類には散布しない方がいいという記述を見たんですが、現在は、見つけることができませんでした。でも私は今でも、育てている苔類には散布しないように気をつけています。放線菌についての付け加えです。抗菌薬、抗がん剤、免疫抑制剤などの医療分野などでの様々な研究が進んでいっています。放線菌群の今後の研究が楽しみです。はい、では本日の作業の位置づけを確認してみましょう。キチン室である卵の殻や貝殻などを畑の土に入れたり、キトサンを葉面散布したりすることによって放線菌を育て、植物自体のキチナーゼ分泌も促し、病気のもとであるカビなどの糸状菌を減らす方向に進めていきました。有効微生物の力を活用しての無農薬栽培の取り組みについての以前の動画もチェックしてくださいね。そして、とし子ばあばの畑の野菜たちのように健康的で美味しい野菜を育ててくださいね。それでは今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。編集を担当している育ちです。次回の動画も見てね。Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already